さて、3時間目の授業ですが、とうとう来ました。なんと、Jリーガーです。いやー、やっぱ僕はね、サッカー大好きなんですけれども、まあ実際ね、陽生、はい、サッカーずっとやってたしね。はい、そうですね。どうすか？もう、だって、アビコ選手なんてさ、最年長 J リーガー初出場記録の記録を更新。ああ、すごいよね、でもね。すごいですね。更新したのが、あの、ジーコの記録を超えてるという。うんうんうん、ジーコ超えたら神様超えてるんだから。確かに。もう神の領域だね、それは。神の領域ですね。でも本当、アビコさんってすごくて、まあ、2度のブラジルに行って、Jリーガーになろうとしてずっと努力してきたんですけど、怪我で一回プロになるのを断念したんですね。ただ、やっぱりその10年間ぐらい、今までも授業でやった通訳であったり、マネージメントの仕事をやる中で、やっぱり J リーガーになりたいって思いが再燃してきて、それでまた J リーガーになることを目指してなったんだよね、予選。そうですね。だそれって俺はすごいやっぱ夢を追いかける大切さっていうのもすごい感じるし、そこで夢を達成したっていうところもかっこいいなと思って、僕らも個人的にスポンサーをやらせてもらうことになりました。まあこういった話っていうのは、いろんな雑誌であったりテレビとかで、まあたくさん、見てる方も視聴さんの中で多いと思うんですけれども、まあせっかくの YouTube ですからね、もう聞いちゃいますよ。モテるのか。プロになったらモテるのか聞いちゃいますよ。知りたいでしょ、皆さん。まあそういったことも聞きますけど、もちろんね、真面目な部分でいろんなことも、まあどうやって年俸って決まるのかとか。年俸ね。まあそういったことも聞きますし、少し真面目な部分で J リーガーを目指す子供たちのためにどんなことをしといた方がいいかとかっていうことも聞いていきたいと思いますし、セカンドキャリアの問題っていうところもいろいろあると思います。どういったことに現役のうちに取り組んでいくことが必要なのかとか、そんなことも聞いていければと思います。それでは皆さん楽しみにしててくださいね。レッツゴー。さあ、ということで、アビコ高政さん第3弾ということで、アビコさんの人生を語る上では、もう外せない職業なんじゃないですか。はい。間違いなく。ここがメインになるかなって気がしますよね。そうですね。はい。なんと、J リーガーです。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。でもなんか本当ね、アビコさんの中でもきっと J リーガーの時代っていうのがきっと大きな転換期だったとも思うんですけど。はい。はい、どうですかね、その。いや、もう間違いないですね。やっぱりその39で仕事を全部辞めて、はい、40歳で J リーガー目指すっていう時点で、うん、まあなんだなんだっていうふうになったタイミングではあったので、はいはい、でなおかつそれがまあね、夢が叶って J リーガーになれたということで、うん、まあいろんな意味で世の中に知ってもらうきっかけになったんじゃないかなと思いますし、うん、まあもしかするとこの場にこうやって呼んでいただいてるね、きっかけとなったのも、その J リーガーがなければね、うん、こういうご縁もなかったっていう意味で言うと、うん、まあ、本当にすごく僕にとっても大きな転機になったタイミングかなというふうには思います。うん、J リーガーになりたい子供たちとかっていうのも多いと思いますし、やっぱりそういった視聴者に向けていろいろとお届けできるように、重松いろいろ聞いてっちゃいます。ぜひ、NG ないんで、ありがとうございます。ガンガン聞いて、ただもしかすると後でね、はい、放送できないような内容になってる可能性はあるんでね。まあそれはそのまま、はい、皆さんに任せて。で39歳で、まあ、全てを投げ打って、はい、まあ、J リーガーになったわけですけれども、はい、そこの話って多分視聴者もめちゃくちゃ興味あると思うの で、はい、そうですよね、ちょっと細かく教えていただければと、はい、やっぱり僕は小さい頃がサッカー選手になることが夢で、はい、カズさんに憧れて、うん、でブラジルにも行って、はい、でまあ、それがプロに結局なれなくて、うん、でまあ、もっと言うとその帰ってきた時に清水エスパルスのテストを受けるチャンスがあって、はい、でそこでやっぱりこう J リーガーになれるっていう夢というか、その夢をつかむチャンスがあったわけです、はい、で実際に30分3本のテスト時間が用意されてて、
で相手が青森山田で高校生で、当時僕は21歳で22歳ぐらいの年齢なんで、うん、まあ年下のね、はい、子供たち相手にどこまでできるのと。でブラジル帰りだから、まあ、僕は自信たっぷりで挑むわけですよ、うん、はい、で当時サイドバックだったんで、はい、あのボールをとにかく受けて突破してクロスを上げてっていう良さを出そうと思って、はい、まあ、ボールを受けるために何かしないんですけどボールを奪われるんですよね、その高校生たちに。で気づいたら吹っ飛ばされるみたいな、うん、なんかそんなのをこうなんか実感して、開始10分ぐらいでこれやべえなってなって、はい、でこんなんじゃアピールできないしみたいな、うん、でまあ30分3本あるっていう話だったんで、うん、まあ、2本目と3本目にねもう一回ちょっと仕切り直して、うん、しっかりやれればいいやと思って、残りの20分をなんとなく過ごそうと思って、うん、まあ、こう仲間に隠れながらこう、うん、ヘイヘイってボールは呼ぶんだけど存在感を出しながらね、うん、はい、だけどこう仲間に隠れてこうボールを受けれない状態を作るっていう、はい、自分で逃げのところに入っちゃったわけですよ。あ、まあ、1本目終わってよし2本目気持ち入れ替えて頑張るぞと思ったら監督に呼ばれて、アビコもういいって言われて、うん、で要するにだからその明日はあるって誰が決めたっていう話で、はい、なんで30分3本あるっていう前提で俺はやってたんだと。今この瞬間にしかもしかしたらその掴めるチャンスはないかもしれないのに、うん、なぜ次があると思っちゃったんだろうなと。でそっから僕は結構その周りの人にプロテストどうだったって聞かれるわけじゃないですか、はいはい、高校途中でブラジル行って卒業生もブラジル行って、うん、期待も高いですよね。そうそう、で当時からすればまあまあそんな海外に行く人もいなかったから、うん、まあ、そういう中で言うと周りはねまさに、はい、期待してくれてて、うん、でそういう中でそういう聞かれた人にいや俺はいいプレーしたと、うん、でビビっちゃったことを誰にも言えなかったんですよ、はいはい、でそのビビった自分に蓋をしながら、うん、嘘をつきついた人生がまあそこからちょっと始まっちゃう、根っこで自分に嘘をついてるっていうのが続いてた中での、それこそ通訳という仕事だったりとか、はい、マネジメントという仕事だったので、その仕事には 100% の思いを もちろん職業としては取り組んでたんです、うん、だけどやっぱり職業って人が可視化されるというか人がにじみ出るので、それこそ人間性に嘘があったら、はい、本当の意味で職業を 100% 全うしてても人間性が掛け算になってないと、その仕事って世の中のために貢献できないと思うんですよ。自分のためには仕事として成り立つかもしれないけど、はい、世の中のために成り立つかって言ったらもしかしたらそうじゃないかもしれない、はい、っていうのが続いた15年ぐらいだったんですよ。うん、僕が、まあ、前回もお話ししたように通信の高校 の、はい、あのディレクターをやってて、うん、不登校になる子っていうのは僕なんてっていう、うん、私なんてもう何やっても無理なんだみたいなところもちょっとあったりして、はいはい、でもそれが好きなサッカーをきっかけに出てきてくれたわけですよね、うん、家からで苦しい状況の中でも一歩踏み出して外に出て、はい、でそういう中で彼らと向き合ってた時に、彼らの中ではあの頃に戻りたくないっていうのが一つの合言葉、うん、で一生懸命だったんですよ。で僕が言うこと言うことを一生懸命いろんなことやってくれて、はい、で最初は僕も体験談で話してたし、うん、10回の素振りより1回のバッターボックスだって、どんな状態でもとにかくバッターボックス立ちなさいと、うん、その上で素振りが大事、はい、まずはバッターボックス立たないと球が速いのか遅いのか、うん、カーブなのかフォークなのか分かんないじゃないですか、はい、でそういうことをした上で一次情報を手に入れろと、世の中には二次情報三次情報、誰かが言った噂話しかみんな興味ないでしょうと、うん、ゴシップ好きでしょうと、あんなの噂話でしかないかもしれないと、はい、大事なのは君が見たもの聞いたもの、その目の前でちゃんと手に入れたものが大事だよっていう話をしてる中で、はい、で僕も体験談を話してたんですけど、だん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 まあ毎日授業あるんでなくなってくるじゃないですか体験談のネタもね、はいはい、そうするとほら本で読んだことをそのまま授業で言っちゃってたんで、はい、まあ、僕なりの解釈のもとに喋れればよかったんですけど、うん、そういうこともなく伝えてて、だんだん俺こんなんでいいのかなって、うん、だからそれが自分についた嘘っていうところとどっかでオーバーラップしてきて、うん、ほらお前またそうやって誰かをごまかそうとしてる、自分をごまかそうとしてる、本当はそうじゃないって分かってるのになんかごまかそうとしてないかみたいなのがこう出てきちゃってたんです、はいはい、である時、まあ、クラウドファンディングだったりベーシックインカムだったり世の中が変わるぞと、うん、大学を、ね、受験を控えた子たち、で本当に大学行きたいかどうかすら分かってない、うん、そんな子たちにいや大学行かないっていう手段もあるんだろうっていう話もした時に、はい、なんかだんだん俺このままでいいのかなってちょっと思ってきて、彼らに人生を諭してるのに、うん、お前はみたいな、うん、それこそのマネジメントと一緒で、はいはい、お前ちゃんとやってないのこの子たち何言えんだよって、うんっていう中である時生徒が阿部さんって言って僕クラウドファンディングしたよって、はい、1500円の本買うのに300円しか集まらなかったと、うん、でクラス中みんなね爆笑してるわけですよ、うん、なんだ出せなみたいな、でも僕はやっぱそれを聞いた時なんか膝からガクンと落ちる衝撃を受けて、うん、なんか啓示というかお前はいみたいな、うん、あいつはすげえ頑張ってるのにお前はみたいな、はい、悔しかったのもあると思うんですよ、うん、やっちゃったこいつみたいな、一回のバッターボックス立ったみたいな、でそういう中で自分が全然できてないことに気づいて、うん、でこのまんまじゃいけない、彼らはあの頃に戻りたくないっていうかもしれないけど俺はもしかしたら戻らなきゃいけないのかもしれないって、うん、嘘をついてあの頃に、はい、
じゃないと自分が本当にその憧れとかそういうものだけで生きようとして本当に自分にとっての幸せをつかまずに終わるんじゃないかみたいな、うん、はい、っていうのもあったんで、自分の人生の後悔を取り返しに行くというような、うん、まあ、自分なりのキャッチフレーズとモットーを作って、なるほど、うん、でそれがじゃあ何かって言って後悔を書き出したんですよ、バーッと、はい、結構あるんですよ、うん、後悔って。でその中で一番自分が、取り返しにくいことで時間が経ってることで、まあ、好きだったことは何かってなったらやっぱり J リーガーのあの時につい、うん、あの最初の10分で自分をごまかしてしまった、うん、あの時だなってなったんで、はい、まあこれはもうやめようと、もうお金に縛られるのも誰かの憧れに縛られるのも他人に左右されるんじゃなくて、自分が生きたいように生きるためにはもう一回この自分の人生の後悔を取り返していかないと、うん、もうこれ40歳でその折り返すような人生じゃなくて一本道だと、こう一本道として生きていかなきゃいけないって思ったんで、全部仕事を辞めて、うん、で実際に、プロテストを受けるための準備が、まあ、そこから始まったっていう感じです。それが39歳の夏でしたね、うん、ちょうど、はい、まあ、相当な覚悟ですよね。でもそうですね、やっぱりなんか僕の中でそのお金というものがすごく足かせになっていた、うん、志前提で始めた仕事が生活前提になっちゃったんですよね、うん、なるほど。だからこれはお金を捨てないことにはやっぱり前に進まないっていうことと、自分の人生の後悔っていうことと、あとは実際にマネジメントをやってみて、やっぱり J リーガー自身に足りないことも自分で体現したいなというふうに思ったので、そういうのも含めた時の自分なりの覚悟を決めて、もう一度自分の人生を取り返しに行って思ったように生きてみたいっていうのが、まあ、そうですね。いやでもすごい覚悟だと思うし、でもその、まあ、10年15年あった中で、はいはい、トレーニングみたいなのって何かしてたんですか？してなかったって言ったら嘘ですけど、してたと言ったらもっと嘘になるぐらいのレベルなんで、まあ、はい、あの社会人サッカーでちょっとやってたぐらいのレベルですね、はい、まあ、それだけのこう覚悟と努力があって、はい、実際 J リーガーになれちゃいましたね、はい、いやいや、まあ本当にねなんかありがたい話ですけど、うん、まあ嘘のような話でもあるんですけど、いやすごいと思いますよ、まあ、本当にね、40で J リーガーになれたっていうのはすごく僕にとっても財産ではあるので、うん、まあそれがその言ってるだけじゃなくてね、うん、有言実行できたっていうのは非常にありがたいなと思います。じゃあここからはですね、はい、実際に J リーガーになってからのことについて、はい、いろいろと聞かせていただければと思うんですけれども、はいはいはい、まずはじゃあ所属のチームの概要から伺ってもいいですか？茨城県の水戸市にある水戸ホリホックというチームでプロ契約をすることができました、うん、はい、なので10ヶ月契約でしたね、その時は、うん、J リーガーとしては、まあ、トータル何年間、その後、YSCC という横浜のチームに2年間所属したので、はい、2018、19、20と3シーズン、まあ、3年ですね、はいはい、J リーガーとしてやらせてもらいました、まあ、弊社も YSCC さんのスポンサーをやらせていただいてるんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、そこでまた阿比古選手との出会いがありました、ね、本当ご縁だなと思いますし、逆に言うと J リーガーになれたからこそ、うん、先ほどの通訳の話とか、はい、マネジメントの話ができてて、うん、でそれをやっぱり聞いてくれてる人がいるっていうのは、うん、もし僕が J リーガーになれてなかったら、僕が通訳としてマネジメントの話ってもしかしたら伝わらなかった人がたくさんいるわけで、はい、でもこれをきっかけに多くの人がもしそういう職業を知ってもらえたら、うん、まあ、僕にとってもいいし、それが誰かの笑顔につながるなら、それが J リーガーになれたことがきっかけでね、はい、この出会いが生んでくれた笑顔だと思うので、はい、まあ、まさにそういう意味ではすごくターニングポイントで、いや本当にそうですね、はい、かなと思いますね、まあ、うちの副社長もね本当に阿比さんの大ファンでね、大ファンです僕も緊張してますけど、もっと緊張するかもしれないですからねだからやっぱそういうきっかけをくれる人が必ずいるんだなってやっぱ改めて思って、はい、でそれはしかもそのなんか偶然を待つというよりはアクションをしてくれるっていうね、はい、会いたいんでぜひって言ってくれる、やっぱそういう言われる側の嬉しさっていうのはやっぱあるん で、はいはい、でそれがねそのご縁でまあこういった場につながってるっていうのは、はい、本当に、まあ、J リーガーになってよかったって思える、うん、一つでもあるんで、はいはい、まあ、いろんなつながりも一気に増えたんじゃないですか？そうですね、やっぱこういうのってなんか J リーガーになったことによって僕のその戦う姿を見てくれた人、もちろんアンチも急増しましたけど、はい、その分コアファンというかね、まあ、応援してくれる人がたくさんいるっていうのは、うん、ものすごいありがたいなと。それは個人、まあ、企業とか、まあ、そういった、はい、まあ、いろんなジャンルの人が応援してくれてるので、じゃあ、次の質問なんですけれども、はい、スカウト以外に J リーガーになる方法ってのはどのような方法があったりするんですか？はい、これは結構難しくて、はい、練習生として参加するっていう方法があるんですけど、でもこれって基本コネクションが必要というか、大学の先生同士がつながってるとか、はい、自分のところの恩師が、教科部長とつながってるとかっていうことがないと、うん、なかなか練習生として参加できないんで、うん、あとはまあ
YS は、プロテストみたいな、そのオーディションというかね、選考会みたいなのが年末に毎回あるので、そういう意味ではそこに応募するっていう手もありますけど、はい、基本的にはこの3つじゃないですか。スカウトされるか練習生として参加するか、ごく一部のチームだけ開催してるトライアウト的なのが、チームによってそういうのもあるんですか。そうですね、僕が知ってる限りで YS しかやってないのかな。 YS は毎年やってますけどね、はいはい、トップチーム入団するためのその選考会みたいなの。じゃあ、次の質問なんですけれども、シーズン中の1週間の、まあ、スケジュールであったり過ごし方というのはどんな感じなんですか。はい、J リーガーの雇用形態とか雇用主っていうのは、はい、ゴール給とか、はいはい、あと勝利給っていうのは、はい、ざっくりどんなもん。今もらってるクラブだと僕もはっきりは分かんないですけど、うん、マジですか。マジマジ一番少ないチームで、チームやけじゃないですよ